アポカリプスウィッチ宝飾時代の最強、タチエは電撃文庫より刊行されている鎌池和馬のライトノベル作品。イラスト担当はミカピカゾ。担当編集はミキカズマ、中島、山本、ミジ、浜村、アナン。たった5人の魔法使い、難問排除の各個人によりゴミ処理、電力、産業、農業、軍事といった 世界中すべてのインフラが担われる時代。見えない脅威の襲撃により、世界中から人よにして、町や国が消失する事件が頻発していた。その脅威に対抗するために、最先端の新魔法、水晶魔法を学ぶ、洋上水晶魔法学園、グリモノアが建設される。そのグリモノアに通う少年、歌会カ,カルタはあるちょっとした手違いから特殊走行では、 泣くどこの神話にも登場しない謎めいた、完全服従型の水晶少女、アイネを呼び出す力を得ていた。ある日、グリモノアに訪れた難問排除が、全校生徒に向けて、グリモノアの廃校処分を通達する。その後、難問排除の手により強制的に、養生水晶魔法学園グリモノアは、生徒教職員諸友会の底へ沈められてしまった。生き残った歌会かるた、 その幼馴染みのアマシマリカ、生徒会長だった表参道教科、そして、歌会カルタが使う、水晶少女アイネーの4人で、難問排除への復讐を始める。天外詩人世界最強と言われた、難問排除の5人を倒した歌会カルタ、アマシマリカ、表参道教科、そしてアイネが次世代の世界最強として名付けられた、名前、ありがとうございます。